こんばんは、皆様。こんばんは皆様。カープ首位だね。そう、今日カープあったのね。そうなんですよ。広島ドラゴンフライズね、優勝したということで、ドラゴンフライズもおめでとうございます。イエーイ、めでたいですね。とっても、そう、めでたひめでたひ。めでたしめでたしという感じです。おめでとうございます。おめでとうございます。そう、私は髪を切りました。配信だと伝わりにくいかもしれませんが、15センチぐらい切ったんですよ。本当はもうちょっと短くしようかなって思ったんですけど、ちょっとまあ一旦この辺でみたいな感じで、一旦この辺に。でもまあめっちゃ短くなったと思います。そう、めっちゃあったんで短くなったと思います。ありがとうございます。はーい、はい。なのでツーショット会の時は多分短いと思うので、そう、一旦なんか調整して一旦この長さでみたいな感じだったんで、まあでも SKE のなんていうの、運営の方とかにはそう、もうちょっとまで許可は出てるので、そう、もうちょっと短くまでは許可出てるから、ちょっと気が変わったらもうちょっと短くするかもしれないんですけど、そう、一旦今日美容師の人とも話し合って一旦ここで止めておこうみたいな感じにしたんですよ。まあ跳ね具合とかも分かんないし、どうなるか分かんないから、そう、一旦ここにしておいてみたいな感じ。そう、だからツーショットを撮るときはもっと短くなってる可能性もありますね。こんぐらいになってるかもしれない。それは分かんない。一旦ここで止めてるんで、はい、そんな感じ。でもめっちゃ短くなりましたので、はい、ツーショット回はこれまでとは違う私が見れるので、ぜひ応募してください。でも全然結べる長さっていうのはめっちゃ意識してるから、マジ普通に長いと思う。こうツインテールとかも全然できるしね。長いよね。長いんだけど短い、元が長すぎたからね。そういう感じです。そうなんで、ぜひレアな私を楽しんでください。イエーイ、イエーイ。なんかさ、知らんのんだけどさ、 SKE さ、これまで名前呼びダメだったんだけどさ、急にいいですよって気が変わったらしいので、
なので今日から名前呼びます。だけどもうすごい申し訳ないんで、いっぱい投げていただいても、だからまあ最終的に壇上を読むっていう形にねしたいと思います。私はそうだから毎回終わりの時に壇上を読んで終わる形にしようかなって思っておりますね。なんか途中で読むのもめっちゃ考えてたんだけどさ、なんかすごいそれでさすごいね投げてもらっても申し訳ない気持ちになるんで、配信の最後に壇上を読んで終わろうかなって感じです。毎回そういう方式でいこうかなって感じ。え、びっくりだよね、全然ずっと気変わらなかったのに急に気変わってどうなんだろう。まあいろいろ思うところはありますがまあこれからはできるということで。そう、なんかせっかくね名前呼べるんだったらパレオの時にもねお名前呼んであげたかったなって、すごくちょっともやる部分はあるんですけど自分の中ではまあでもそういう決まりができたということなので今回からは OK だよっていうみたいなことらしいので、詳しくは分からないんですけどこれから読んでいきたいなと思いますし、パレオの時はパレオの時でありがとうございましたっていう気持ちはあるので、本当にそう、その時は呼べなかったんですけどありがとうございましたね本当に。そうだから普通に話の流れで、あ、この方が来てくださって、この方が握手会来てくださってとか、この方が言っているようにみたいな感じで名前伏せてたんですけど、これからはそういう名前も呼べるっぽいので、そう、そんな感じで読んでいきたいと思いますね。時代や状況は変化しているということなの、まあね、今年の夏パレオね、パレオやりたいですけどね、でも新しいユニットができちゃったからね、なかなかもう難しいかもしれないですね。パレオのユニットからもね、新しいティーンズユニットでいっぱい入っているからメンバーが、そんな感じでこれからはね呼べるみたいなので、私も最後に壇上を読んだり普通の話の流れでお名前が呼べるときは読んでいけたらいいかなって思っていますので、なんか大丈夫っていう人がいたら、あしからず大丈夫なんでグッドグッドですな感じです。そうただそれで争い事が起こるようなら私はもう個人的に判断で読まないようにするので、この人ばっかり読まれてずるいとかさ、壇上に入れないのにみたいな、そういうの、そういう争いが起こるぐらいなら私はこれまで通り読まないので、もう平和なルームを作るって誓えるなら読みます。別にそれをひいきしてるとかではないので、全くそういう争いがちょっとでも起きたら私はもうやめるんで、一切読むのをやめるんで、そう、どういう、なんか他のルームではこういうことしたら読んでくれたのにとか、他のルームではこのギフト投げたら読んでくれたのにとか、そういう風にネチネチ言われるぐらいだったら私は一切読まなくするので、平和にっていうことを誓ってくださいはい、平和に行きましょうっていうことを誓ってくださいね。そう、これまで SK はもう3年ぐらいそう読んでない時間が長かったので、それに慣れてないとね、そういうことが勃発しかねないと思うんですけど、そういうことがありませんようによろしくお願いしますね。そう解禁はされた、解禁されただけで読む読まないは基本的に自由なので、そんな感じでございます。私の考えとしては今私はそのなんて言ったらいいんだろうな、今イベントもやってないですし、私はトーク会を頑張りたいので、このね細かく投げてくださるギフトに対して反応してっていうのは今はちょっとやめているかなって感じです。だから最終的なランキングは読むけど、途中途中で来るギフトに関しては
まあ一旦いいかなって感じなんで、みんなは別にギフトを投げることに重きを置かずにお話を楽しんでいただけたら嬉しいなって思います。でも人それぞれ応援の仕方は自由なので、どんな応援方法でも嬉しいです。でもまあ最終的に壇上を読むよっていう感じですね。で行きたいなって思います。でもまあどちらにしても嬉しいですね。早かれ遅かれはあると思うんですけど、そう早かれ遅かれはあると思うんですけど、まあ、解禁されたっていうことに関してはすごいいいことだなって思います。やっぱり名前はね読んであげた方がファンの人も嬉しいと思うので、うん、という感じです。はい、以上以上。今日はすごく雨があれだったんですけど、皆さんは大丈夫でしたでしょうか。私も朝起きてもうめちゃめちゃすごい雨がザーザー降りでびっくりしました。たまげました。そう、さすがにねカープも中止になるかと思ったんですよ。そしたらならなくて、そうならなくて、そうカープさすがにねあっちの方甲子園中止になったでしょ。だから松田もねなるかなって思ったんだけど、ピタッと止んだみたいで、あっちは曇りが続いていて無事にできた らしいです。カープはしかも今日オリックスに勝ったらしく、すごい嬉しい気持ちになりました。このまま突き進んでほしいですね。明日も明後日も今日から交流戦が1日目なので、カープは頑張ってほしいなって思います。ドラゴンフライズっていう広島の B リーグ、あのバスケットボールのチームも優勝したということで、もう素晴らしいですね。広島はすごい、そう盛り上がってるって感じで素晴らしいですね。神宮は5回まで無理やりやってコールドゲーム、そうなんだ。カープは勝ちました。最終的に雨も止んでね、素晴らしいですね。明日からも続くのでまた頑張ってほしいなって思います。イエイイエイ。イエイイエイイエイ。今日はいい日ですね本当に。今日はいい日だ。今日はいい日だ。いやいやいや。お久しぶりです。リハビリに入りましたらね。え、大丈夫ですか？なんかファンの人からも聞きましたよ。ちょっと無理せず無理せず健康第一でいてください。カープとロッテの試合が楽しみ。確かに。いや私的にはでもやっぱ西川龍馬選手がね、移籍先のオリックスとカープが戦うのをすごい楽しみに待ってましたよ。そう、すごく嬉しいですね。今は声を発して話すことができませんが、行く頃には絶対に復活します。無理せず会いましょう。じゃあ必ずそこまでに元気になるぞって思って、それを目標にしてファイト。
西川選手にブーイングなし、いやブーイングなんてしたらダメですよ、ほんまに。そう、それが普通です。そうですそれが普通です。本当に頑張った選手が得れる権利ですからね。そう、ブーイングなんてしたらダメですよ。素晴らしい今日なかったということで、だとしたら素晴らしいですね。地元ですしね、西川龍馬選手もね、オリックス大阪がね、大阪で生まれ育ってるからね。そうそう、自分が生まれ育ったチームにはやっぱ愛着はあるでしょうしね。でもそうね、帰りたいなって、やっぱ地元は恋しくなるじゃないですか、きっと。いや、どんな理由でオリックスにいたのか知りませんけどねそういいじゃないですかね。そう、カープにいてほしいですけれども、頑張った選手だけしか得られない権利ですからね。そういうことはしちゃダメですね。それまでカープにすごい貢献してくださってますしね。そう、カープファンも今日はドラゴンフライズの応援をしてくれたの。そう、なんかカープの球場、あのマツダスタジアムにも結構そう、福報とか流れてたりしたんでしょ。そうそうそう、龍馬グッズ1時間で売り切れ、え、そうそう、出したらしいです、ほんまに。そう、なんか西川選手はなんか SNS で見たんですけど、西川龍馬選手は自分がオリックス行くときに、もうカープのさ在庫が余るだけじゃないですか、その自分のね、自分はもうカープからいなくなるから、だから自分のカープグッズをいっぱい買ったんだって、最後にね、在庫余っても仕方ないから、それでいっぱい買ったんだって。そしたら今日はカープファンの人が西川龍馬選手のグッズをいっぱい買って完売にさせたらしいなんかすごいあったかいチームだねってなってました、お互いに。お互いにあったかいねってなってましたね。ほっこりエピソード。いいよね。まあオリックスファンの人も買ってたと思うんですけど、カープファンの人が西川龍馬選手のグッズをたくさん買ったんだって今日。すごいね。すごいね。いやでも雨大丈夫かな、新幹線とか止まってたりしてないんかな。風で家が揺れてます。え、今日私もやばかった、本当に。そうやばかった、なんか外出ようと思ったらもう真っ白になるぐらい、雨でハーみたいな、白になるぐらいね降ってましたからね。そう、ほんまにすごかったね。でも名古屋は今は止んだんですけど、ぴったりと、多分名古屋にいたやつがどんどん東へ上がっていってるんでしょうね。だから今関東とかがやばいかもしれないんですけど、こう上がっていってるから、多分その降水帯みたいなやつがそう、だから朝昼前ぐらいやばかったですけど、こっちは今は関東がやばいかもですね。気をつけてくださいね。そう、愛知はちょっともう抜けたかなって感じ。抜けやした。確かに無事です、よかった。明日はやつを、え、本当にそれな、
ポポさん迎えに行ってからまだ一回も散歩行けてないから明日はね行けるかな。ねえポポちゃん、帰り道に風で自分も飛ばされそうに、マジ私は傘がひもにひっくり返りそうになりましたね。そう傘がひっくり返りそうになっちゃった。今日はたくさん寝ました。割と割とたくさん寝ました。元気もりもりです。お散歩行かなくてもいいの？お散歩は行かないといけない、行かないといけない、行った方がいいですけど、雨の場合は行きません。そう、まあ雨でも行くお犬様とかもいたりするんですけど、ポポさんは小型犬ですし、すごい震え出すんで、そう風邪ひくからね。そう雨を一日の雨とかならさ、普通にもう何も気にせずワンちゃんそう外行ってさ、びしゃびしゃに濡れてさ帰ってきてさ、シャワーねすればすぐ綺麗になるからいいけどさ、2日3日とか雨続いてさ、連続でさ外連れてってびしゃびしゃにしてシャンプーしてってさ、犬自体さシャンプー何回もするの良くないのね。1ヶ月に1回とかそういうぐらいの期間じゃないと良くないの、犬にとっても。だからね行かない雨の日は。そうそうそう風邪ひく、逆に連れてったら。チワワさんなのにもう震え上がるよ外連れてったら。カッパあるけどね着ないし、着てもね意味ない、人間と違うからね。ほんまに犬のカッパなんて合ってないようなものです。そう人間はこうかぶってさ足だけなんて足で歩くからさ上半身濡れないけど、犬って四足歩行でさ、もう床っていうか何地面と近いから、カッパ着たところでも隙間からもう入りまくってもうびしゃびしゃなんですよね、意味ないぐらい。そうそうだから連れていかないですね、風邪ひくんで。風邪ひく衛生的にもあんま良くないのでね連れていかないです。そうなんですよね、やっぱ雨の日っていろんなねものが流れてきたりするから、犬にとってもねあんま良くないんでね、まあ、個体差はあると思うんですけど、小雨ぐらいなら行くんですけど、ここまでザーザー降りだと行かないです、お子様は。まあ大型犬とかと小型犬の差もあると思うんですけどね、それは飼っている犬の種類によって。違うと思うんですけど、お子さんはそんな感じですね。そうそうそうシンプルに、でも風強すぎたりとかしたら危ないしね本当に。そうなんか風強すぎる時って危ない時あるよね、いろんなもの飛んできたりするから。今日はやばかったね、雨こんなに強くなるんだと思いました。そう今日のカープの試合はまだ見れてないからね、後で見たいと思います。明日は晴れるかな、多分な、晴れてほしいよほんま。明日は晴れるな、雨は嫌いよ本当に。いやだ雨なんか降らんでいい、一日も。毎日晴れろ。
そう、まあ、でも洗濯物も限界すぎて、明日我慢、一日我慢したらさ、明日外に干せるけどさ、もう我慢できないぐらいもうタワーになってて、あの洗濯物がもう今日せざるを得なくて、今日洗濯しました。もう無理。そう、一日も我慢できないレベルでもタワーが倒れそうなぐらい、もう洗濯物も積み上がってたから、特会もあったから、その時のやつもあったし、15日ほんと残りわずかなので、数枚追加してきた、ありがとう、ありがとう。そう、浴室乾燥ぶちかましている。乾くと嬉しいけどな。そう、いや、ドラゴンフライズすごいな、マジ。バスケ見たことないんだよね、見てみたいな。すごい、いい一日やった、今日いい一日やった、ほんま。全部がいい一日でしたね、結局ね、トータルいい一日でした。やばい、メール送らんとやばいな、メール送るか。そうそうそう。時間なんでここまでですよ、泉。あ、早く寝てくださいね。また元気に会おうぜ。おやすみ野菜。おやすみ野菜。野菜をたくさん食べて。よし、メール送りました。今日何曜日だっけ？火曜日か。さっさっさーさっさっさー。
いつから髪切ろうって計画してたか、いつだっけな。まあでも幕張のツーショットの時はちょっと短くいたいなって思ってたから、やっぱ何回も来てくれる人が多いから、なんか代わり映えした方がいいなっていう思いがちょっとありのっていう感じはあるね。ツーショット会さ、そう、何遍も何遍も来てくれる人いるしさ、いろんな会場来てくれる人いるからさ、いろんな面で変わった方がいいかなと思ったのもあるし、他のこともある。6月になったら15日の幕張と23日の間、そうですね、6月、そう、私のファンの人は早く完売させるぞってメラメラさんなので、まああと3日ぐらいでは完売しないと思うんですけど、6月1日ぐらいにはもう完売するかもしれないので。髪色は一緒です。ただレタッチをしました。プリンになってたところを染めただけですね。髪色は一緒です。6月15のツーショット撮影会のカープイニア、いや3個持っていきます。ビジターもホームも、あともう1個持っていきます。髪切ったお知らせを見て6月愛知の、そうでも、もうちょっとね切ろっかなって感じ。でもいろんな予定もあるので、その兼ね合いにもよるんですけど、しかももうめちゃめちゃ傷んでたからさ、傷んでるところも全部切ったんだよね。そう、痛みすぎててもうカラーもしてるし傷んでる。あとはもう本当にドライヤーがめんどいっていうのもありますし、ドライヤーがめんどいっていうのもありますしね。そう、まあね、美容師の人ともいろいろ話し合って、まあね、どうしようかなみたいな感じで一旦こんぐらいです。フッピーとプロ野球トークするの楽しすぎたから6月23日の愛知の参加券取って、え、嬉しい、ありがとう。6月15は前のファイターズにも、おお、ありがとう。ユニフォームで12球団全部揃ったら確かに面白いですね。そしてあれですね、面白いね。ほんまにでも初めて来る人とかもほんまにね来てみてほしいですね。本当にぜひぜひ来てみてください。楽しいので、久しぶりの人も来てくれたら嬉しいですけど、初めて来る人もぜひ来てくれたら嬉しいですね。本当に。本当に。なんかあれですね、でもカープファンの人とかさ、本当に SKE ファン以外の人もね、なんか来てくれたら嬉しいなって本当に思いますね。でも握手会の買い方があまりにも難しいんだよね。ハードル高いよね、絶対初めて来るぞって思い立った人さ、どうやって握手会行くんだろうって、もうちょっとなんか簡単な握手会の方法あればいいのにね。初めてもうなんかこう知り切った人しかさ来れないシステムじゃん今。そうだから本当にさ、初めて行きたい人がさ、もうなんか難しい登録とかさ、劇場版とかさ、なんか考えずにさ買えるようになったらいいのにね。
なかなかそのハードルがさ高いよね。私本当にカープファンの方とかもたくさんいるからさ、そのフォロワーさんにそういう人たちにもさ来ていただけたらさすごいもっと広まるのになって思うけど、なかなかさ難しいよね握手会の買い方って。初めてだとさ普通に CD 買ったら超えるって思うけどさ、普通の CD だとさダメじゃん。劇場版じゃないといけないから頼み方も特殊だしさ、頼むためには会員登録とかしないといけないからさ、どうしたらいいんだろうね本当に。もうちょっと簡単になったらもっといいのにねと思う。今日この頃です。初めて参戦します。 STU 界隈の巨人ファンより。え、嬉しい。そうっていつもね思いますね。会場で当日券付きの CD 売ってくれ、確かにそれは思いますね。当日券売ればいいのにね。でもそうするとやっぱいろいろ難しいのかな、やっぱね、いろんな面で。AKB がオンラインチケットに、あ、そうなんだ。そうだよね。もっといろんな人にね来ていただけたら嬉しいなってほんまに思いね。そう、グループトーク会、グループトーク会大丈夫。やだ、知らなくていいことまで知っちゃうから、グループトークはやんなくていい。普通に気まずいから。普通の善悪、あ、善悪はめっちゃいいと思う。善悪はいいと思う。善悪めっちゃいいと思うんだけどね。グループトークは大丈夫、私はね、個人の感想です。そう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 、何々ちゃんとこも言ってたのみたいな頻発するじゃないですか。私もあのノリ本当に大嫌いだから、そう、全然もう全然おもろくねえよって思いながら思っちゃうから、そう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 、嘘ついてるじゃん普通に。それってメンバーに対してファンの人が「ねえねえちゃんだけどよ」って言ってさ、グループトーク行ってさ「ねえねえちゃんのところ、ねえねえちゃんはそうこの人私のところも来るよ」みたいな、「浮気しちゃってるんだ」みたいな、え、全然面白くないって思う。普通に嘘つきやん。だから私はもう個人だけでいい。でも押すのは自由だからさ、誰を押してもいいわけじゃないですか。単押しでも DD でも、まあ、結局いいじゃないですか。いや、それを目の当たりにするとね全然笑えないんですよね私は。そう、言ってもいいですよ別に、自由だから。自分が自分しか来ちゃいけないっていうあれもないですし、自由だから、みんなの時間とお金と自由に使えばいいから。だからそれをなんか ネタみたいに目の前で話されても全然面白くないっていう。そこはね、そう、嘘だん、嘘じゃもん、だって嘘だもん、嘘だもん、嘘だもん、それって。嘘つかれても全然いい気にならん。だから私は苦手だった、ずっと。ずっとずっと苦手だった。でもそういうのも別に普通にめちゃめちゃ頻発してたから、なんかやだなって思いながらやってました。
そう、それをなんかネタみたいになるのが私は苦手でした。すごく。そう。だから知らなくていいことは知らない、知らなくていいじゃないですか。それがね、平和なんでしょう、結局。そう、だから私いいねもしなくなったし、プロフィールとかも行かないですからね。ファンの人のプロフィールに飛んだりとか、その1から10までリプ見ていいねとかも自分を自衛するためにしなくなりました。自分が自分らしく明るく前向きに活動できるように。でもそれができなかったからその時はうんってなってたから、さんは個別だけでいいです個別だけで自分のところに来た人を、目の前の人とめちゃめちゃ楽しい時間が過ごせたらいいなって思っちゃうタイプですね。だからいい、善悪、善悪でいい、善悪とライブでいい私はやだったやだったそう、考えすぎちゃう性格なんだろうけどね、自分がね。まあいいけどね、いいけどね、そういいけど、個人的に浮気ネタみたいなのはあんま好きじゃないですね。グループトークでは推しと話さずにふっぴと野球のね、野球の話もいいですね、いいですね、いいですね。善悪は選抜、でも選抜だけ最初に、あ、でもあれオンラインか、オンラインにはやってましたね。どうなの、どうなの。あ、でも私善悪やったことあるけども、研究生の時に。その時選抜だけじゃなかったよ、やった記憶あるもん、全国握手会。そう、まあいろいろな、善悪は全員じゃない、わかんない。そんなに経験してないのよ、1回ぐらいしか経験してないのよ、善悪。1、2回ぐらいしか経験してなくて、 SKE だけの善悪。もう全然そんな選抜だけとか選抜じゃないとかからは分かりません、分かりませんです。そう、本当に経験してないから。しかも私その時足怪我しててさ、ライブ出れなかったのよね、善悪のね。ちゃんと出たことなくて、そう、怪我してて出れなくて。善悪はしたことあるんだけど、ライブは踊ったことないかも、一回も。そう、多分ない、ないないです、ないないです。谷さんとみなるんさんと、あ、握手はね、握手はしたことあるんですよ、善悪のね。握手はしてるんです。その後のライブに出てないんですよ。だからちゃんとしたフルで、参加してないんだ。握手が、握手はやったよ、握手はしたよ。善悪はしたことあるんですよ。そう、善悪はしたことあるんですけど、善悪のライブ、善悪のライブをしたことがないんです。そうなんです。そ
そういうことです。いろんなことがありましたね。善悪きっかけで10年近く通ってくれる人もいるんだけど、うん、確かに楽しいですもんね。いろいろとあるからね。アクティビティがありますから、善悪は。もう5月も終わるな。6月になっち、梅雨早、夏が来る。6月終わったら7月なんだけど、やばい、楽しみ。7月、夏が来るのは嬉しいな。でも6月で泊まっといてくれたらもっと嬉しいな。いや、なんか本当に今日でも東京チームイーコア見に行ったんですよ。そう、チームイーコア見に行ってさ、ルカさん卒業するんだなって思っちゃった。そういうのを見るとめっちゃ感動した。てかマジすごい、ルカさん本当にすごい。もうなこの凄さが本当にね、伝わらんよね。でもそれを見せないのも本当にすごいわ。見せないし言わないしね。ガチですごい、本当にすごい。いや、ほんまにすごい。2日で覚えたよ、多分ね。2日しかなかったと思う。しかも本当にやばいのが、丸1日の休みが多分1日もなくて、昨日だって K2 公演だったでしょ。その前トーク会だったでしょ。3日か、だから。そう。トーク会、K2 で今日だったんですよ。だから1日も休みがないんですよ、覚えるとき。だからトーク会、土日のトーク会の合間と、昨日の K2 公演終わった後の夜に練習しただけですよ。それで今日よ。すごくない？マジで。いやもう短期間とかいうレベルじゃないもん。ない、0日だもん。1日もないんだもん、丸1日の休みが。そう、トーク会と昨日の公演の合間でしか覚える時間なかったんですよ。すごくない？土日と昨日ですよ。土日と K2 公演のその3日間しかなかったんですよ。そう、トーク会生誕祭だったじゃないですか、自分の。それしかなかったんですよ、時間。やばくない？もう本当に、私は本当にもう同じアイドルとしても、私はなんて自分はダメなアイドルなんだろう、そしてなんてすごいんだろうと思いました。やっぱそういう風なことをしないとダメですよね。本当に本当に本当に、いやマジで本当にすごい。もうああならなきゃって本当に思いました。本当にああならなきゃいけませんね。もう本当にもうグズグズしとったらダメです。私本当に覚えるの遅いからさ。しかもめちゃめちゃ完璧だったしさ、ダンス上手いしさ、もう何本当に、すごい本当に。でもみんなもさ、すごいすごいってさ X で言ってたと思うんですけど、メンバーもね。そう鎌田さんとかも3日 で出てるよとかさ、里川さんとかも2日で覚えたよとか、すごすぎ。でもその2日とか3日とかって何もない2日3日じゃないですからね。トーク会と K2 公演の2日3日ですからね。
いや本当にすごい、ほんまにもう夜しか覚える時間なかったと思うんですけど、その中であれをやりきってね、本当にすごいと思った。本当に私もああいう風になることが目標だなって本当に思いましたね。うん、そう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 、普段から別のチームの子は見てなくちゃだね。え、でもルカさんね、ほんまに知らなかったって今日も MC で言ってたじゃないですか。マジでルカさん本当に本当に一からだったと思いますよ。だから本当にすごいですね。そう、この公演知らなさすぎて、あの熊崎さんの掛け声があることしか知らなかったみたいに言ってたと思うんですけど、いやマジで本当にすごいと思う、うん、いやほんまにすごい、マジで私もああなりたいなって思いましたね。今すぐには無理だけど、ちょっと本当になんであんな涼しい顔して踊れんの、本当にすごいよ。本当にもうなんか本当にどうしもうね、本当にすごい、すごいしか言いようがないんですけど、なんかしかもさ、あんな練習する時間もなかったりとかしたらさ、ほんとなんかいっぱいいっぱいになるじゃん。普通頭も真っ白になるしさ、どうしようどうしようってなるじゃん。だからそういう面影が一切ないのも本当にすごいと思いました。そう、面影がない、そういうのがもうすごい、本当に何なの、もうすごい。ドリカさん全部出るから、そう全部出るからすごいよね。そう、発表されたけど S も出るし、制服の目も出るし、あとすごいよね、全部発表されてましたね。コンプリートするんですね。そう、すごいすごいですけど、私のファンの人は応募しちゃダメですよ。マジ一人でも多くルカさんのファンに見てもらいたい、こんなレアな公演。うん、すごいな、アイドルだな本当に。そうならないとダメなんですよね。すごいな、本当にすごい、本当にね、頑張ろうって思いました。私もとても良き刺激になりました。はい、本当に頑張ろうって思った。ああいう風な人になれるように頑張りたいですね。今すぐには無理だけど、もっと経験を積んでねああいうもうアイドル適性めちゃめちゃ高い人になれるように頑張りたいですすごいです本当に。しかもなんかやっぱ公園いいですよね。公園見学好きですよ私。S も好きだし E も好きだし、制服の目も現代見に行ったけど、やっぱ生で見るアイドルが一番いいですね。そう、生で見るアイドルが一番いいです。なんか本当にいつも一緒に話してたりするメンバーとか、プライベートで会ってるメンバーとかもステージに立つと全然別人のように、本当に星がキラキラーンってしてるみたいに、みんなめちゃめちゃ輝いてて、そうすごいなって思いました。自分のことは自分で客観視できないから、どんな風に映ってるんだろうと思って。 DMM の定点とかはさ毎回見たりするけどさ、やっぱ定点とあの生じゃ全然違うね。定点じゃ伝わりきらない、あの本当に良さが、やっぱ生で見るのと全然違う、本当に、うん本当に違うね。そう、なんかやっぱ DMM ももちろんすごいし輝いてるなって思うんですけど、いやもう生のアイドルのパワーって本当にすごいなってね、公演見学行くたびに思います。もうなんか得れるものが全然違う。そう、
今日チーム E の人もみんなすっごい輝いてた。みんなすごい元気もらえたもん。やっぱ生で見るのが一番いいなって思いました。何事もそうですけどね、野球とかもそうなんですけど、そうそうそう、野球とかもそうなんですけど、そうやっぱりね、生で見るもの、生もの、舞台とかもそうですけど、全然ね、全然違う、全然違う、本当にもうすごいパワーもらいましたね、今日も。そう、そう、劇場ライブ、そうですよね、ライブもね、やっぱね、全然違うよね、本当に、いや本当に違うね。そう、すごい、すごい、てか SK すごいなって思った。めちゃめちゃ振りも揃ってるしさ、元気だしさ、すごく見てて楽しいもうどのチームも本当にすごいですね。やっぱ劇場ってすごいなって思いました。すごいパワーがありますね。自分のことを自分で見れないのが本当に悔やまれますね。そう、自分はどういう風に映ってるのかすごく気になります。ファンの人はみんな優しいから輝いてるよとか言ってくれるんですけど、自分で見てみたい、普通に客観的に自分がステージに立ってる自分はどういう風に自分は感じるのか。そう、自分のことを自分で見れないのが悔しい。映像では本当にわからない、その映像ではわからない。いやほんまに今日すごい感じた。本当にチーム E の声も結構好きでさ、たまにさ全然関係ない時に DMM 見たりとかするんですけど、もう全然違かった、迫力が。もう DMM でも迫力もちろん伝わるけど、もう生の迫力がもうえげつなかった。本当にすごかった。やっぱアイドルっていいよね。私もいつかね SK 卒業しても絶対ずっとアイドル好きでいる自信あるなって思った。やっぱアイドルって元気出るよね、本当に。人生の活性化される、なんかファンの人の応援も相まってすごく良き空間になってたしさ。そう、アイドルでしか得れない何かがありました、そこには。冬っぴがチーム E のユニットするのは横浜ですか。いや私はキラスキがいいですね。でも釘付けウィンクもめっちゃ好きです。私はそこでしか得られない。え、マジでそう、ほんまにほんまに、みんな現場しか勝たんなってよく言いますけど、本当に現場しか勝たないと思います。これはもちろんいろんな応援方法があると思うのはもう間違いないんですけど、遠くから応援してくださったり、その配信で応援してくださったり、ショールームで応援してくださる場合もあるんですけど、やっぱ生には勝てない、本当に思った。今日もうめっちゃ元気出た、ふさん。今日雨なんか気にならんぐらいね元気出ました。ほんまにもうすごい元気出た。本当にカープを生で見に行った時と同じ現象が今日ブワブワブワって起こりました。やっぱそうだね、本当にもう全然違うね、ライブも劇場も生が一番いい。すごく元気が出た私。アイドル楽しいよね、アイドルのライブ行きたいな。
ライブを配信で見てるの席が悪くてメンバーがよく見え、でも、ね、後ろで見る公演好きなんだけどな。そう、私も今日とかも後ろで見てましたけど、後ろって全員が 見えるし、なんかメンバーってまあそんな近く下の方見て踊ってるわけじゃないじゃん、遠く見ながら踊るじゃん基本は、目線ね。だから目線めっちゃ感じるの、一番後ろって。なんか知らんけど私後ろ好きですけどね、割と。そう、下見ながら踊るアイドルなんていないじゃん、基本前向くじゃん。その目線上に後ろだとさ、いるからさ、すごいね、目線感じて、いい感じですよもうアイドルなんて生きてるだけでいいんですから、ほんまに。今日チーム E 見て思った、もうみんなそこに存在してくれるだけでいい、どんな席だって構わない。あ、本当にアイドルは最高ですね。後ろのポジションにいてもふいちゃんしか、え、マジでわかる。今日も私ずっとルカさん見てたんだけど、別に前に来なくてもずっと勝手に 目をさルカさん追ってたもん。だからさ、ファンの人がめちゃくちゃさ、なんかどこにいても見つけるよとかさ、その前とか後ろとか関係ないよって言うけどさ、マジでそうだなって思った。私もう本当にもうほんまにそれしか追ってなかったもん。もう一番後ろにいても端っこにいてももうそこしか見てなかった。もうずっとそこにスポットが当たってて、なんかすごくそれ、マジでそれ分かった。そう、どこにいたってどこにいたって見てくれてる人は見ますからね、ファンの人は。ずっとそう、たまに見失え、マジで私見失わなかったよ、1曲目から最後の曲までずっと見失わなかった。そう、やっぱね、チームの中で好きな先輩がいたりとかっていうのはいいですね。そういう風なことをして客観的に見れたりもするのでいいですね、非常に。もうあと1ヶ月しかないんですけど、本当に。え、ソーダさんの時もそうだった。ソーダさんが出てる頃はいろんなこれ見に行きましたけど、ソーダさんの時もソーダさんセンターじゃなくてもどこでもね見れたしね、そういうのすごくいい勉強になりますよね。そう、いやー、よかった。もう今日心がいっぱい、胸がいっぱい、もう本当によかった。楽しかった今日の公演もうありがとう、生まれてきてくれてもうやだ、本当に。もうほんまに楽しそうだった。元気出た、本当に。私も頑張る、私も頑張るで、めっちゃ頑張る、私も頑張るって思った。頑張る、いっぱいいっぱい頑張る。いやー楽しかった。やっぱ劇場から帰るとこんな嬉しい気持ちになるんですね。そう、ヤバヤバさんでした。そう、行けてよかった。でもルカさんが出るって決まったのさ、マジで超急遽決まったんですよ。まあ、スクランブルだったんでね、もともと出るって決まってなかったからさ。だから実のことを言うとですよ、実を言うと、私は今日ね、こちらの券を取ってたんですねはい、今日交流戦一発目で、実はこちらの券を取ってて、今日行くぞってもともとずっと決めてたんですよ。チケット争奪戦の時あったじゃないですか、今年の春ぐらいの、覚えてますか。私がチケット争奪戦してますって言った時、
覚えてますか？その時にもこれ撮ってたんですよ。でずっとずっと今日行こうってなってたんですが、そうなんですが、公演を優先したあのこれは理由がありまして、そう今日すっごい雨だったじゃないですか。で昨日もめっちゃ雨、あ絶対 100% ですよっていう天気だったんですよ。そうそう、明日の天気はもう名古屋も広島も 100% だったんですよ。だから私今日絶対撮ってるけど雨天中止になるなって思ってたんです。これこの今日の試合ね、そう絶対に雨天中止になると思ってたの。それで朝起きても広島もずっと広島の天気も見てて、広島もずっと雨降っててさ、そうだから今日中止かなみたいな、 SNS とか調べても中止かな中止かなみたいな感じで言ってたんですね。そう言っておりまして、で私のスケジュール的に明日もお仕事が あるんですよ。だから今日帰って1日だけカープを見て、明日の午前中には帰ってこないと いけないスケジュールだったんですよ。どっちみち今日行ってもね。そうだけど行って中止になって何もせずに次の日の朝帰るってなったらマジでお金もったいないじゃないですか。わかります？言ってる意味が。そう私は今日これを撮ってたんですが、そうでこれを撮ってて29日、明日はもう仕事があるんですよ。だから明日の午後からね、だから明日の午前中にはこっちにもう帰ってこないといけなくて、カープだけ見に本当に帰るみたいな感じのスケジュールを決行しようとしてたんですよ。今日行ってカープ見て明日の朝一で帰らないといけないっていうね、それを決行しようって思ってたんですが、そう中止になりそうで、で中止になったらさ、私さカープも見ずにさ、ただただ家に帰ってさ、で寝て朝起きて帰るっていうマジで謎行動をするだけになるんですよ。だからずっと天気を見てて、でもこれまでの傾向的にもここまで雨降ったらもう中止だろうって思ってたんですよ勝手に。で新幹線もめちゃくちゃなんか止まるかもしれないよとか言って、線状降水帯がずっと集まってますよみたいなのもあって、で名古屋朝起きても土砂降りだし、広島も雨めっちゃ降ってて、やみ始めたのが昼過ぎぐらいからだったんですよ広島がね。それでもこれまでの経験上グラウンドがもうぐしゃぐしゃだったりとかすると、もうグラウンド不良で雨天中止とかそういうのよくあるんですよ。だから私は今日はもう中止になるぞって思ってたんですよ。そうだから中止になるぞって思ってて、そう思ってたんですよ。そのところにルカさんが急にスクランブルやりますよってなったから、そうもう中止になるならね、もうこれはもう絶対に中止になるからルカさんの公演行こう、せっかくならいいタイミングだと思ってたんですよ。そしたらまさかの結婚しますってことで、ってなったんですが、そうなってもう帰る準備ももうしてないからさ、そうっていう感じだったんですよ。そう私そうなんですよ。でもさ今日これ合わせで帰ってさ、マジで雨天中止だったらさ、本当に私さその家族団らんの時間とかもない、ほんまにこれだけのために野球のためにその時間に合わせたスケジュールしかできないから、夕方にただ帰って夜ご飯食べて寝て次の日の朝もすぐ帰るっていう、ただお金を捨てる行為をするって考えたら、いや雨天中止だなと思って、しかも雨天中止になる発表ってめちゃめちゃギリなんですよ。昼ぐらいにしてくれたらさ、もうそこでスパッと切り替えられるんですけど、本当になんないんですよ雨天中止のお知らせって。結構ギリにしかお知らせしなくてさ、賭けなんですよ本当に。そうだから本当に新幹線乗るだけだとねもったいないなと思ったから、そう行かなかったんですよ。そうそう、でも結局あったんですけどね、そうっていうね流れでした。でも私は今日もう見に行けたのでめちゃめちゃ幸せな気持ちでした。いや今日は雨天中止になると思ってたんよ。そう雨天中止に並んでほしいけどなると思ってたんですよ、さすがにここまでね降ると。そうまさかのならず、まさかのならずっていう感じでしたね。
まあでもまたすぐにいつか見に行きたいですね。そう、うんうん、そうです。まあでもカープはまだこの先ね見れるから、カープは。そう、でもルカさんの声出していこうぜはもう1回しか見れんからわかんないけど、わかんないけど、今日も最初で最後って言ってたからね、もうあと1ヶ月しかないし。そう、そうだよね。そう、カープはまだあと何試合も何試合もあるから、今日見に行けてよかったです、すごく。と思った私なのでした。でもさ、賭けでさ、めっちゃ迷ったんよ。そう、でも賭けでさ、新幹線乗ってさ、新幹線乗ってる途中に中止とかなってもさ、なえるじゃん。そう、新幹線乗ってる途中にさ中止ですってなってもなえるしさ、広島に着き切った後に中止ですってなってもなえるしさ、どっちにしても交通費を無駄にすることになってたからさ。そう、中止だった場合ね。でも今日のさ天気の感じ見てさ、結婚するってさ思わんやん。そう、もうだって雨天中止がもう 70% ぐらいの確率でそうだなって思ってたからさ、まさかさ止むと思わないわね。しかも天気予報もめっちゃコロッと変わったしね、 100% 雨だったの途中から曇りのち晴れみたいになってて、えってなったし、本当にもう信じられないんだから何も本当に。でもね、近かったらいいんですけどね、やっぱ遠いからね、交通費がねあるからね、本当に天気が難しいですよね、本当に。そう、ほんまにほんまに難しいです、天気は。天気だけはね、ドームだったらね100あったからねあれなんですけど、外だからね、いろいろとまあ難しいですね。そう、もうでもそうなんですよ。そう、延期になってもねあれなんで、もう今は雨天中止も何試合かあるんで、そう、秋に伸びるだけなんでね、まあ無理やりでもやりますよね。それが演奏、遠征の悩みはそれなんですよ、本当に。だから今日はもう狭間にいたんですけどね、でも結果ね良かったなって思いますわ、結果ね。そう、でもね、雨天中止だったら返金されたんですよ。そう、中止だったら返金されたんですけど、中止じゃないから返金がないっていう、まあいいですけど、そういいですけど、でも、うん、まあまあまあ、結果論なんで、これは。そう、なかなか難しいですね。中止の発表もね早く出ないからね、結構ギリに出るからね、遠征の人は結構ね大変ですよね、どこに行くにしても。まあそれは劇場公演も一緒だったと思うんですけど、劇場公演とかね、そういうライブとかもさ、体調不良でとかね、今日は出れませんよとかいうのも、まあそういうのあると思うんですけど、まあそうですよね、野球もねなかなかギリギリまでやろうとするからね、うん、なりますね、ほんまに。そう、まあでも今日はね見に来てよかったです、結果的に。そうそうそう、結果的にね見に来てよかったって思うし、多分今日見に行ってなかったら結構後悔すると思うんで、声出していこうぜ公演ね。カープはまだ見に行ける機会は年間143試合ありますからね、見に行けるけどさ、今日一回きりって思ったらさ、声出していこうぜ。うん、見たかったなって思うと思うんで、よかったです。あとやっぱり先輩の凄さを目の当たりにして、自分もやらなければならないと思いました。もう覚えられないとか、もうグズグズ言ってられないね、もう本当に何の気なしにやりきらないといけません。すごいな本当に、もうなんか本当にすごいわ
本当にすごいな。本当にすごい。本当にすごい。と思った私なのでした。いや衣装めっちゃ似合ってたね。衣装はめっちゃ似合ってたそう全部似合ってた。衣装オープニングの衣装もめっちゃ似合ってたし、中のかっこいいやつもあれめっちゃ似合ってた。あのルーズコントロールとかのやつもめっちゃ似合ってた。あれやばかった。あれめっちゃ似合ってた。終わりの曲もさ黄色じゃん、黄色チェックじゃん。だから似合ってた。見慣れてる感がすごいありましたね。でも S 公演の衣装はあんま着てるところ想像できないけど、私は想像でも着替えさせたから想像でも見える。もうルカさんが S 公演の衣装着てることをもう想像でもフィッティングできる。もう見えるもん今。キモいねこの発言やめよう。そう普通にあこういう感じなんだろうなっていうのが分かります。似合います。すごいな。すごいね。みんなすごいな本当に。みんなすごいな。てかアイドルってすごいな。これだからアイドルはやめられないんだよ。これだからアイドルってのはやめられねえんだよ。素晴らしいわね。素晴らしいわね。面白かった。すごいな。でも S とかさ、 S もさ初めて出るのにさ、言うてもさ10日ぐらいしかないじゃん。すごっ本当に。すごっ、もう本当にすごいな。自分も2日で覚えられるように頑張ろう。ダンスマジで私覚えるの遅いからな。さっさと覚えられるように頑張ろう私も。永遠の課題。いや S もいいですよね。すごいよね、覚えるの早い人ってかっこいいよね。ナルピーさんとかもめちゃめちゃ早くてめっちゃかっこいいなって思ってたもん。すごいや。いいよね、他の公演も楽しいもんね。時間がないわ。次はいつだ。これハート
そう、ナルピーさんとかすごかったよね。どの公演のどのポジションでもできるみたいな感じだったもんね。すごいよね。すごい。かっこいい。かっこいい。かっこいい、かっこいいさんです。本当に。すごいな。すごいマジで、もう言葉失った普通に。すごい、今日エディオンピースウィングでさやってたんだね、ドラゴンフライズの試合の、あれバスケットボール見たことないからな。パブリックビューイング。パブリックビューイング、そう。すごい。B リーグって何月から何月なんだろう。それさえも全然わかんないな。すごいね。バスケの選手ってめちゃめちゃ背高いよね。なんか栄の地下にさ、名古屋のなんだっけな、名古屋のさ、栄の地下に名古屋のさ、なんか名古屋の選手なのかわかんないけど、バスケの選手の等身大パネルみたいなのがバババババって並んでる場所があるんですけど、2メートルぐらいあってさ、選手みんなすごいと思って。10月から5月、あ、そうなんだ、シーズンがね。そう、すごいと思って。そう、解説のところだっけな、もうどこのチームかわからないんだけど、すごいなと思って。もう200センチ超えてる選手とかいるからさ、なんか185センチとかさ、185とかさ、でもさ十分さ高いじゃん。なのにその選手は低く見えるっていう、トリックアートみたいなことが起こるっていう感じ。そう、新幹線で選手と一緒になるとバスケの選手はすごい。え、そうなの？背高いもんね。すごい。パチパチパチ。
小学校の時だけ。でバスケもねできない、私は不得意ですね。なんかまずどっちにゴール入れたら逆に側に入れるんでしょ、ゴールを逆のゴールに入れるじゃないですか。むずいよねあのシステム。サッカーもそうだけど、オウンゴールしちゃうんだよね。あのなんか走ってるとどっちが自分のコート、自分のゴールか分かんなくなってさ、そう始まった瞬間は あっち側だなって分かるんだけどさ、走って疲れてくるとオウンゴールしちゃう。愛知には B リーグのチームが4つあります。あ、そうなんだ、そんな4つもあることあるんだ。広島は1個だけかな、分かんないや。バスケットボールここでシューって回すのはあれやれるように、ボール一本で回せるのすごくない？あれできる人いる？あれみんなさ、あのやれるようになりたいなって思うよね。できないよね、どうやってやんのあれ、すごないあれ。でもあれってどういうさメリットがあるの？あれできたら試合でなんか使うあれなんかな、何もそれも関係なくあれなんかな、その辺もよくわかんないんですけど。かっこいいよねー。私は球技はダメだからできない。見てる分には楽しいけどやるのはすごいですよ。ボールは無理です。野球もサッカーも卓球もバスケットボールも全部できない。見てるのは楽しいけど。スラムダンクへの電に乗ったヤンキーが桜木花道かな、私読んだことないや。バレエできません。バレエできてたら万年補欠なわけありませんから。ただやめたらなんかただ続けないぞっていう一心で続けてたので、あの得意じゃないです。下手なのにいたっていうことです。できませんから基本バレエも。だって自分から先生にもう出れませんって言ったのよ、やばくね。最後さ、先生がさ多分最後らへんの試合だったからさ、多分もう引退だよって感じだからさ、多分思い出っていうかさ出してあげたいなって思ってさ出してもらったけど、向こうが強すぎてさもう怖くてさ、もう見えないできないですって言ってさ、後輩にさ自分からさ代わってもらったんだよ。普通ならさ変わりたくないじゃん、選手交代なんかしたくないじゃん、悔しいじゃん。そうレギュラーなりたいじゃん、なりたくてさ選ばれてさ入ってる嬉しいじゃん、変わりたくないじゃん。でも怖すぎてさ相手チームもめっちゃ怖いしさ、背高いし怖いしさ、狙われてるしさ、
もう自分なんかいない方がいいと思ってさ、もう怖いし、そうだからタイムピータイムってなってさ、もう見えませんって言ってさ、背高すぎてさ、どっから来るか分かんないしさ、もう自分からもう言ったらもう見えませんって、で後輩に代わってもらったもう無理、本当に怖かった。そう、なんかさ、サーブをするときにさ、向こうのチームがサーブするとき、サーブしてくるときさ、その前のさ人がさこうやってやってさ、どっからさ何サーブがいくか分からんようにするんですよ。そうで、めっちゃ向こう背が高くて、マジで急にポンってボールだけが目の前に現れるんですよ、すごい速度で。そう、それでもう見えなくて、見えませんって先生に言った。そしたらその引退試合の後のなんか打ち上げみたいなのがあって、なんか保護者となんか メンバーじゃない、そのチーム同級生とか後輩とかそのチームとね、そう、それでね、後にも先にもね、試合に出てねボールが見えませんって言われたのはね藤本だけだって言われましたそう、試合してるのにボールが見えませんって言われたことは後にも先にも藤本だけだったよ、どうしようかと思ったわって言われました。マジで見えないんだもん、本当に。そう、本当に、いや向いてないよ、本当に向いてないけど、向いてないけど諦めは悪いから、そう、向いてなくてもやっぱ最後まで続けようっていう思いしかなかったね。でも本当に向いてないのはずっと実感したんだけど、やめるっていう発想にはねなんなかったのよ。やっぱね、やると決めたことは最後までやり通すぞみたいな精神はね昔からあるのでね、そう、その6年間は絶対に諦めないようにやり続けようと思って、あんまコロ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 変えたりせずにね、最初から最後までやり続けようと思ったので、トータルしたら本当に立って見てる時間の方が、立ってる見てることしかなかったですよ、試合全く出てないし。でもやっぱ続けることが大切だなと思って、直前は見えないからその前に、いや変化するんだって、変化するの、バレーボールのあのサーブ、何あれ、変化球が飛んでくるの、最初はバレーやりたくなかったけど、すごい勧誘されたの、あのやろうよみたいな感じで、それでまあ楽しそうだなと思って入ったんですよ。そしたらもう全然大変だった、でも楽しかったよ、青春って感じをした。別に試合が全てではないからさ、試合以外の練習の時とかマジで大変だったけど、そう、なんかそれとは違う大切なものを教えていただいた気がする。まあバレエのプロになる人とかからしたらねあれですけど、なんか自分は別にプロになるわけでもないし、そのバレエを上手くなるっていうよりかはバレエを通じて何か大切なことを学んだ感じですね。だから私は長時間立つバイトとか、そう、座れないバイトとかもその経験が生きて割と得意でしたし。
そうなんですよ。でも楽しかったですよ。まあでもなんか運動部ならではの青春ってあるじゃないですか。わかりますか？それは体験できたのはまあ良かったなって思いますね。そういう思い出はなんかいつになっても色褪せないというか、なんというか、かんというか、わかりますか？そんな感じじゃないですか。やっぱもともとね、私全く違う部活に入ってて、そう、全く違う部活に最初入ってて、文化系のね、もうね、それは部活っていう名目だけあって、もう全員幽霊部員みたいな感じだったんですよ。それで初めて入学してすぐその部活に入って、そうで行ったら先輩が誰もいないんですよ。えってなって、普通さ入ってすぐさ新入生歓迎会みたいなあるじゃん、全くなくて、お願いしますってガチャって入ったらマジで先輩が一人もいなくて、顧問の先生が後からダラダラっと入ってきて、ああうちの部活はみんな来ないからみたいな、そう、名前はあるけど来ないからね、好きな時に来て自習とかして帰っていいよみたいな感じだったんですよ。えってなってそう、これじゃ青春できんなってなって、本当にものの1ヶ月ぐらいで辞めてバレー部に入ったんですよ。そう、だからもうおのおの宿題して、宿題とか自主練してもう帰っていいよみたいな、基本来ないからみたいな感じでそう、えってなって、そう、漫画の世界みたいでしょ、ほんまにそうだったの、誰も来なくて、そう、そう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 、だけどこれだと青春できないじゃんって、私青春をしたかったんですよ。そう、だからバレー部入ろうと思って、そこをね、もう1ヶ月ぐらいで辞めてバレー部に入ったんですけど、そうそう、実質帰宅部みたいな感じ。そう、確かね、確か帰宅部がダメだったんじゃないかな、もうあんま覚えてないんですけど、帰宅部がダメだから何かには入りましょうみたいな感じで、でもそういう人が入る部活みたいな感じだったのかな。だから名前はあるけど活動はしないみたいな感じですかね。そう、だからそういう感じでねやってたんですけどね、なんか楽しかったですよ。夏にアイス食べたりとかさ、なんか部室に帰ってみんなでお菓子食べたりとかさ、部室がめちゃくちゃシーブリーズの匂いになったりとかさ、シーブリーズ貸し合いっこしたりとかさ、なんか青春だなって感じでしたから、青春しましたね。そう、なんか大きいポカリスエットのなんかキュッてやってチューチューって吸うペットボトルとかあるんですよ。あれもなんか青春だしそう、なんか青春したんでよかったです。結果人生において、そう、まあそれがなくね、家に帰ってたりとか何にもしない部活にそのまま入ってたら多分こういうのを味わえてなかったと思うんで、まあよかったなって感じですね。それができたのはよかったな。部活はまあ入った方が楽しいと思います。悩んでる人がいたら、まあそんな人は今この配信にはいないと思いますが、もうみんな学生生活を終わらせておるので、まあすぐに家に帰るよりなんか部活した方がねいいと思いますね。ソックタッチは流行ってなかった。え、ソックタッチありましたよ。でも私は好きじゃなかった。痛い、取るとき。シーブリーズは今でもありますよ。もう何度こぼしたことか。そう、もう真っ白けっけいになりましたもん。何回もシーブリーズってこぼしてすぐはね大丈夫なんですけど、粉みたいなのが入っててね、
乾くとねめっちゃ真っ白になるんですよ。何回もカバンの中真っ白にしましたよ。シーブリーズの蓋甘いからねめっちゃカパカパなるんですよ。そう、それでまあちょっとねみんな時が経ってそれを覚え始めるとみんな服タイプのシートにするんですよ。みんなシーブリーズこぼすってなってね。そう、そう、仲いい友達でシーブリーズの蓋も変えてたしな。懐かしいですね。今は使わないな。 SKE に入ってからは服タイプのやつは使うけど、シーブリーズとかもね、液体は使わなくなったな、さすがに。夏の部活は暑いからアクエリアス、そう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 、懐かしい。こう言ってこういう酢タイプのペットボトル、わかる、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、あれ名前知らんな、あれ名前あったはずなんですよ。なんて言うんだっけあれ、忘れた。あ、そうだ、スクイーズボトルだ。そう、スクイーズボトル、スクイーズボトルを常に持ち歩いてた。そうだ、スクイーズボトルだ、懐かしい。そう、スクイーズボトル重いけどね、そう、あれにポカリスレッドも入れて持ってってました。でもみんなスクイーズボトル持っていくから誰が誰のか分からんくなる。あるある。バスケはハイソックス履くの、あ、そうなんだ、バスケ部の人みんなそれ、あ、そうなんだ、うん、スクイーズボトルって絶対にぬるくなる、絶対にぬるくなるでしょ。だからいつもスクイーズボトルってこう1リットルぐらいあるんですよ。そこの半分まで、あの前日の夜に半分までポカリスエットを入れて冷凍しておいて、で空いた半分に普通のポカリスエットを入れていくんですよ。そしたら氷になったポカリスエットがずっと冷やくて溶けてもポカリスエットに戻るだけなんで、それを一生やってました。だからぬるくなんない。そう、あとスクイーズボトル専用のなんか保冷バッグみたいなのあるから、それやってたらもう、そう、一生一生あのぬるくなんないです。みんなやってましたよそれ。そう、やばい、もう今日も一日が終わりますね。試合中可愛いマネージャーが渡してくれると元気出たな確かに私マネージャーやってみたかったな。野球部のマネージャーをもうやりたかったなんてちょっとありますね、その気持ちは。野球部のマネージャーは憧れるでしょう。そう、私あっちゃんがさ、あの前田敦子さんね、 AKB のその「もしドラ」「もしドラ」っていう映画やった時にさ、野球部のマネージャー役でさ、めっちゃ可愛くて、こんな可愛いマネージャーになりたいと思ってたけどさ、まあ、自分がもしなったところで人のお世話できないのでね、ならほうがいいですね。そう、あのあっちゃんめっちゃ可愛かった。
こんな可愛いマネージャーがいたらなって思いましたね。これどうやってランキングにするんだっけ。あ、これ何位からが壇上なんだ。13位からか14位からか。壇上って13位、13位だね。からじゃあ読むか。はーい、これ変わったらごめんなさいね。もうでも時間がないから読むわ。13位ドリームパスポートさん、12位ヨシピーさん、11位ヨシルンさん、10位広島ラバーさん、9位ナッスさん、8位パックさん、7位ミナさん、6位帝王さん、5位チャロさん、4位ジュン猫屋さん、3位大吉48さん、2位フルハウスさん、1位アポタさんです。イエーイ、ありがとうございます。ということでそろそろ終わります。みんなありがとうございました。今日も良き良き一日でした。明日も頑張りましょう。ではでは、おやすみなさい。バイバーイ。イエーイ。